さあこれはクッパ城ですかね。早くもクライマックスっていう感じなんですかね。ぐにゃぐにゃだなおい。というわけで今回はいつも僕がやってるマリオがもしもぐにゃぐにゃな世界だったらというのを一緒に見ていきたいと思います。ではね、マリオが変なところで止められてるので早速見ていきましょう。でもその前に登録してね。じゃあ早速再開していきましょうか。おーいマリオ動いていいぞ。おーい、でその動きはやめてほしいな。なんか歩く気のない隣の家のワンちゃん思い出すからやめて。いやしかしこういうのもなんですけれど気持ち悪いですね。まあもしワンピースでゴムゴムの実がこんな能力だったら多分人気なかったかもしれないですね。小田さんグッジョブ。さて土管に入りショートカットしましたが今どこら辺なんですかね。なんか飛んできたな。水のないところで泳ぐお魚。でまた土管に入って、あ、なるほどね、さっきのプクプクはここでマリオを迎え撃つつもりだったんですね。あいつの跳躍力どうなってん。軽く10メートルは飛んでいたぞ。いや人間ではないよ。さあ特に水中ステージは何もなかったのでカットしたのですが、皆さんお待たせいたしました、クッパ戦でございます。いや楽しみですね。さあぐにゃぐにゃの真骨頂見せてくれ。おう、おう、あ、終わった。ぐにゃぐにゃ関係なくね。はい、というわけでこれで終わりたいと思います。皆さん今回ずっとぐにゃぐにゃしてたので階段には気をつけてくださいね。こんな降り方したら死にますよ。もしこのような動画がまた見たいとなったらチャンネル登録、高評価、通知ボタンよろしくお願いします。それじゃ。バイバイ。登録してね。